静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。集まった大人たちは口々に、悲しんではいけないと俺に言い、思い出話と来世の期待を口にしていた。君は、あなた。え？なぜ？何？ねえ。いや。あれ？あ、さあ、いいかい？なぜ？それは。そうか。
20年後その言葉の意味を理解したのは随分後になってから。俺がマイラの父親と同じイクトモリになってからのことだ。イクトモリは死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。この世とあの世を行き来し迷いと救済するのがイクトモリの仕事だ。ここは鬼人で戦いましょう。カガチ、行ける？問題ない。そっちはマイラに任せる。ありがとう。なあ、もう だが、
行くともりよ。え？うん。あのね、
あのね、行きましょう。
片付けるか。立て直す。いい感じだな。長いは危険よ。私の勘は信じた方がいい。極化が使えるわ。Huh!
世界を変えるか。これで進めるな。相手が悪かったな。
この調子で行くぞ。よし。ねえ。それは。鬼人、いや、そんな、全てを貫いてみせましょう。
覚悟はできているんだろうな。運が悪かったね。私と出会う。これで進めるな。ここだよ。あ、
本当？行きましょう。世界渡りするぞ。行くともりだ。あの、はい。ええ。ダメよ。ねえ。やっぱり。本当か？はい。なら。
わかった。はい。いや。はい。それでも。任せろ。はい。待っててね。いいな。うん。俺がやる。よし。悲しんではいけない。悲しみは死者をためらわせる。ためらえば迷い、迷えば生まれ変わることができない。だから俺たち行くともりは輪廻転生の祈りを込めて任務を全うする。この国ではそれが断りだから。おい。なあ。ちょっと。はいはい。もう。いや、おい、おい、
二人とも、大丈夫。まったく。ありがとう。じゃあね。世界を変えるか。おい。どうした？やつら。それで？それは そうか。たく。お前は？二人は？行くわよ。では。よし。
世界を変えるか。世界渡りするぞ。世界を変えるか。
押して参る。刀の錆になりたいのかしら。
これで進めるな。それで、え？うん。実は。何？それは。そうか。でも。どうした？実は。なぜ？あのね。わかった。世界渡りするぞ。
この調子で行くぞ。なりたいのか。世界渡りするぞ。
この調子で行くぞ。相手が悪かったな。手にした我らに敵はありません。はい。
世界渡りするぞ。刀の錆になりたいのかしら。相手が悪かったな。Hey!
なりたいのかしら。はっ、はっ、はっ、全てを貫いてみせます。刀の錆になりたいのかしら。レベルアップだ。
してまいる。攻撃を受けすぎないように。力を貸す。これで進めるな。世界渡りするぞ。刀の鍛冶になりたいのか。世界を変えるか。はっ。Yeah.
もっと強くなれるはずだ。この調子で行くぞ。世界を変えるか。覚悟は良いか。刀の錆になりたいのかしら。世界渡りするぞ。
世界渡りするぞ。 これで進めるな。
界を変えるか。これで進めるな。世界渡りするぞ。世界を変えるか。世界渡りするぞ。お前か。はい。なあ。さあ。おい。それは。無駄だ。え？ああ。せい。そんな！いや。Ha ha。
そうか。ありがとう。いや、でも まさか。お、おい。あいつ。ねえ。世界渡りするぞ。俺の両親の時と同じだな。あの人たちに何をした。
捧げていただけ、祈りよ。私にはそれしかできないもの。お前は何なんだ。私はある存在を封じてきた。それは今、私を探し出し消し去ろうとしている。憎しみを解放するために。もしかしてこいつが。おい、待て。これは何？なぜ？知るか。だがあいつは黒夜叉。それは私は
わかった。名前は？おい。わからない。ねえ。ああ。